平野紫耀ファンの心をつかむ公式ライン初登場。幸せあふれる瞬間にファン歓喜。こんにちは、皆さん。今回は元キングプリンスへのメンバーであり、戸部所属の平野紫耀が、待望の初登場を果たした興奮をお伝えします。ファンの皆さん、幸せいっぱいの瞬間について、共に喜びましょう。平野紫耀戸部公式ラインに初登場、ファン問絶。 こんな日が来るなんて幸せでしかない。元キングプリンスへの一員で、現在は戸部に所属する平野紫耀が、ついに公式ラインに初登場しました。これはファンにとって待ち望んだ瞬間であり、その反応は計り知れないものがありました。平野紫耀のファンを中心に、彼の公式ラインアカウント、平野市要ライン、ガイックス、ツイッター、でトレンド入りするなど、 その存在が大きな注目を集めています。彼の名前が SNS 上で飛び交うことで、その存在感の大きさが伺えます。初登場の際、平野耀は、どうも、章です。と元気いっぱいの挨拶で読者を迎えました。さらに、 彼のインスタライブでもファンを楽しませるための情報を提供しており、僕は髪を結構切りまして、襟足も 16.17cm くらい切りまして、ロン毛男子卒業ということでクールビズしております。ショー、と新たな髪型についての告白も行いました。彼の涼しげな姿勢と変化にファンは熱い反応を示しています。 また、お盆期間中のことも話題に上がりました。平野潮は、僕は渋滞に引っかかるのが怖くて仕事の移動以外はほぼ家から出てないですわ。M、お墓参り行った俺は行けてないからまたどこかで名古屋戻って行こうかなと思ってるよ。色々報告しなきゃだしね。とプライベートな一面も披露しました。 その率直な言葉にファンはますます親近感を覚えたことでしょう。さらに、平野潮は仕事についても言及しました。お仕事の方も戸部のみんなといろいろ話し合い、打ち合わせをしながらいろんなお仕事をやっていく予定なのでもうしばらく楽しみにしててください、とファンに向けて意気込みを伝えました。 その情熱溢れる言葉に、ファンの心は一層彼に寄り添ったことでしょう。そして、最後には次回の公式 LINE の配信担当外務部への佐藤真であることを明かし、頑張れとエールを送ったこともファンの注目を浴びました。平野紫洋が後輩を励ます姿勢に、ファンは感動と喜びを共有しています。 平野紫仕様の公式 LINE 初登場後、SNS 上では、本当にこんな日が来るなんて幸せでしかない、LINE 一つでこんなみんなをハッピーにできる部屋仕様、仕様んから LINE 届いた、思わず車内で叫んでしまった、といった悶絶の声が溢れています。彼のファンにとっては、この瞬間が長い間待ち望んでいた幸せな瞬間だったことでしょう。 結論、平野市用の公式 LINE 初登場は、ファンにとっての夢のような瞬間でした。彼のファンたちは喜びと興奮を共有し、SNS 上で彼の名前が広がりました。平野市用の率直さと情熱が、ファンとのつながりを一層深め、幸せな気持ちを分かち合うきっかけとなりました。読者への挨拶、今回の記事をお読みいただき、ありがとうございました。 平野紫仕様のファンの皆さんと共に、彼の公式 LINE 初登場についての喜びと感動を分かち合うことができました。これからも平野仕様の活動に注目して、彼と共に幸せな瞬間を楽しんでいきましょう。